でなければ万人の目注がれる場所になぜ置かれよう。仇ことダイヤのごとし、仇こと鋼のごとし。しかしてゼンマイは微動だにせず。こういう状況は過去にも何度かあったが、今回の異邦人の考え方は少し違った。繰り返し攻撃をしてゼンマイを少し緩ませればいけるはずだと思っているようだ。これでできることはすべてやった。ついにゼンマイを抜く時だ。ついにこの…もう一つの懸念点については、旅人公爵は偉大なるゼンマイを…参ったな。君の地元には。ここだ。ああ、死に、衛兵が来ちゃうよ。静かに箱を壊せないのか。見張ってるね。